こんにちは、こじこじです。今週の月曜日にセガサターン福袋開封紹介したんですけども、今回はそちらの中に入っていた気になるソフト5本動作確認しながらね、遊んでいきたいと思います。それではね、まず1本目のソフトなんですけども、はいはい、出てくるかな。こちらですね、ときめきメモリアル対戦パズル玉ですね。プレイしていきたいと思います。上見下ろし視点の、はい、ときメモのヒロインしおりちゃんだっけな、ちょっと僕はね詳しくないんですけども、はい、出てきました。あ、伝説の木ですね。これここの下で告白するとなんか付き合えるみたいなお話ですよね、ときメモ。全然僕詳しくないんですけども、プレイしていきたいと思います。それではとりあえずスタート。はいはい、ソフト自体はねちゃんと読み込むみたいですね。一人でプレイ、二人でプレイなんですけども、一人でプレイですね。ちょっと今日一人しかいません。進めモードとときメモモード、攻撃玉、どの攻撃玉、いや全然わかんないけど、とりあえず A タイプで。説明書全然読んでません。練習、告白、根性、まあぷよぷよで言う優しい、普通難しいですね。じゃあ普通のレベルでいこうかな。好きな人を選んでね。え、好きな人、あー、ちょっと絵柄古いですね。うん、古い古い。まあとりあえずよくわかんないんで、藤崎しおりちゃんでね、はい、やっていきたいと思います。ちなみに声優さんは金月まみさんらしいんですけども、僕あまり印象にありません。女の子なら誰もが信じる伝説、それはきらめき高校にもあります。卒業の日、この木の下で女の子から告白して生まれたカップルは永遠に幸せになれる。ああ、女の子から告白しなきゃいけない。私決めたの、伝説の木の下で彼にこの思い伝えるんだって。ああ、というね、ちょっとねストーリー飛ばします。はいはい、なんかちょっとアーケードっぽくていいですね。この彼にもらった黄金のマイクにかけて、あなたを、はいはい、カラオケ対決っぽく見せてパズルですね。ルールが分かんないけど、多分ぷよぷよと一緒だと思います。とりあえず消えるんだよね。あ、消えますね。はい、ぷよぷよと一緒。よし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 。黒ってなんだ、黒って。あー、やばいやばい、黒は固まるのか。つらいなつらいなつらいな。どうしよう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 。やばい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 。あー、やっぱり強いですね。初っ端から普通モードなのに結構強い。いやでも今やってもね結構楽しめる感じですね。全然、うん、これは今やっても面白い。やっぱパズルゲームはね、いつやってもね結構楽しめますよね。あー、ひどい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 。これよっか、またこれひどいな。なかなか2連鎖ぐらいしかいけないな。ちょっとぷよぷよとは違って、また対戦パズル玉は対戦パズル玉的なねプレイ方法があるみたいです。やばいやばいやばい、ミスったミスった。あ、やばい。あー、やばい、やられる。あ、ミスったミスったミスった。ミスった、もうダメだ。お、あー、負けた。強い。普通モードなのにかなりね、CPU の難易度高いです。はい、ということでね、このソフトはちゃんと遊べるみたいです。続いて、セガサターンのローンチタイトル、ワンチャイコネクション、プレイしていきたいと思います。うわ、来たわ、実写だわ。
超実写だわ。子供の頃はこういうのがね、すごいね、リアルだと思ってました。モータルコンバットやった時は超ね、感動しましたね。あの実写取り込みの格ゲー。日本の疎通とはやっぱり海外違うぜ、みたいな。セガスターンはこういう実写系があったので、個人的には好きだったんですけども、ワンチャイコネクションは、パッケージのね、この、男の人がね、なんかすっげえ渋そうな顔してるんですよね。なんかそれが気に食わなかったし、あとなんか、ひたすら安かった。うん。流れ着いた女の人がなんとかって書いてありましたね。とりあえずスタートしようかな。始めから。おお。はいはい。なんかセガサターンのね、アドベンチャーゲームっぽい匂いがしますね。こんなのよくありましたよ。本当に香港で撮ったのかな？すごいな。ということでね、こちらもね、無事動きました。続いては、僕知らなかったんですけども、密かにレアゲーらしい、こちら、GT24 ですね。はい、確かにね、このゲーム見てやりたいって言ってたんですけども、ちょっとレアっていうことは知りませんでした。Amazon で見たところ、中古でも2400円ということでね、結構高い。これ1本だけでもね、元が取れちゃう感じです。あー、当時のグラフィックだ。懐かしい。デイトナ USA とかやったわ。懐かしいな。おー、車選べるみたいですね。おー、かっこいいかっこいい。あー、青い車いいっすね。赤もいいんですけども、青ってなんか速そうですよね。とりあえずこの車にしときましょう。はい、もちろんオートマです。ゲームでマニュアルって人いるのかな？結構ね、ハンドルコンとかないと、このね、レバー操作がね、ボタンだとやりづらかったりしますよね。え、もうすでに走ってる。走ってる、走ってる。はい。A でアクセルで B でブレーキですね。視点は変えられないのかな。おっと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 。え、前に進めない。前に進んでない。視点が変えられるけど。え、オートマなのになぜか手動で切り替えられるんですね。早っ、タイムオーバー、もう終わっちゃった。え、やべえやべえ、初級でこの難しさ、操作を間違えると一瞬で終わる初級ってどういうことだろう。難易度高すぎじゃないか。ちょっともう一回、もう一回ワンチャンください。もう一回やらせてください。それではね、2回目のチャレンジです。今回はね、せめて1周ぐらい回りたい。視点切り替えて、よし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 、いい感じじゃないですか。よしよしよし、よし、やばいやばいやばい、タイムオーバーになる、タイムオーバーになる。4、3、よし。あ、ダメだ、ダメか、ダメだ、いけるか。お、よしよし、なんとかいけた。あと一周、あと一周。やばい。難易度高すぎじゃないかな、これ。あら、ブレーキかけすぎた。お、
しいだろ。難易度高え。高いけど、まあ、動いたので。はい、よかったです。はい、こちらもちゃんと無事に組みました。なんかサタンのゲーム難しいな。それでは最後のソフト、ザ・メイキング・オブ・ナイト・オブ・トゥルースだったかな。ナイト・トゥルースですね。はい、プレイしていきます。声優ファンにはたまらないプライベートディスクということでね。僕も一応声優好きなので、はい、宮村優子さんとか、尾形めぐみさんとか、織笠愛さんとか、金井美香さんとか、若本のるよさんとか、氷上京子さん、はいはい、上田裕二氏などね、たくさんいて、これはね、はい、すごく気になりますね。オープニング、エンディングテーマが聞ける。とりあえず、声優 Q&A じゃないでしょうかね。声優ファンにはたまらないとか言って3人しか聞けないですね。とりあえず金井美香さんすげえ聞きたいですね。金井美香さんに何を聞く、声優になったきっかけぜひ聞きたいですね。僕もね、学生の頃声優になりたかった。はい、いよいよね、声優になったきっかけを聞けるそうです。きっかけは、私は大学が演劇科だったんですね。東邦大学というところだったんですけれども、最初舞台 の勉強してて、舞台の仕事をしてたんですけれども、その時に人の紹介で声の仕事もやってみないっていうふうに言われて、オーディションを受けて、そしたらね、ちょうど何個かいっぺんに役が決まったもんで、それで今の仕事を始めたんですけれども、最初は舞台と両立がなかなか難しかったんですけれども、あと私の母も声の仕事をしてたので、それもきっかけかなと思います。すごい、初耳ですね。金井美香さんのお母さんも声優さん。いや、それ多分初耳だわ。ウィキペディア書いてあったかな。続いて超常現象についてという項目を見ていきたいと思います。あ、これも声優さんが喋るんですね。超常現象なんとかについてとかのレポートとかじゃなくて声優さんが喋るという。尾形めぐみさんと若本のりおさん。両方聞きたい。とりあえず、はい、兄貴のね、超常現象についての意見から。実体験。実体験聞きたいですね。なるほど。そうですね、ですね、あんまりこう見はしないんですけれども、例えば霊的なものっていうのは感じる方なんですね。私、大学がちょうど何ですか、日本の三大霊山と呼ばれている山の中腹に立っていたんですね。で、そういうところにいたもんですから、まあ、学生はその時、まあ、1、2年時がそこなんです、その校舎なんですけど、2年間で平均、1人平均3回はお会いするという、そういうんでこう有名な大学だったんですね。で、なので、私もなんか、私1年しかいなかったんですけど、やっぱり3回ほどお会いしました。しかいなかった。ちょっと変な話ですけど、バイクに乗っててですね、その山のふもとの街道を、バイクに乗ってですね、よく学生がこう、跳ねてしまう、非常に不尊な言い方なんですが、こう人身事故を起こしてしまう有名な街道で、俺のバイクこう走ってたんですよ。フルフェイスなんで、視界がこういう感じだったんですね。で、うーんって走ってたら、なんかこう、ここに気配がするのですよ。で、ふって見たら、肩の触れ合う距離におばあさんがいるんですね。おーとか思ってびっくりして避けて、またうーんって走ってて、おかしいなーって、パッて見たら、まだいるんですね。見間違いかなと思って、もう少し走って、もう一回見ると、まだいるんですね。メーター見たら60キロなんですよ。走るばあさん走らないけど、ちょっと、その時はとても怖かったです。ああ、面白い話聞けましたね。なんか最初のね、声が裏返ってる感じ、尾形さんっぽいですね。喋り方、今も変わらない感じの。はい、続いて、超常現象について。はい。若本のりおさん、ちょっと見たい。お、なんかいっぱいある。宇宙人について、ちょっと宇宙人について超興味あるな。ちょっとまず宇宙人について聞きたい。いると思いますね。地球人もね、この宇宙の中にいるわけですから、
地球人も宇宙人なんですね。そうですね、ほとんど人間に似てるんじゃないかな。あの人間とそんなに変わらないと思うんですね。ただまあその状態がね、例えばこうあの光のような感じだったりね、光子体だったりね、あのその非常にこう分子高分子でね、あの人間の体には人間の目には見えないとかね、そういうような存在じゃないかなと思いますけど、進化してるあの宇宙人ね。ウルトラマン的なことですよね。なんか意外にまともなこと言ってましたね。興味のある超常現象はって、この質問自体なんかね、あのおかしいんですけども、聞いてみたい。そうですね、まあ、超常現象というのは どんな超常現象があるのか、たくさんは知りませんけど、そうですね、一つ言うならテレポートかな、テレポートですね。あるいはその場所に行けるというね、そういうのはすごく あったらいいな、そういう能力があったらね、いいなと思います。なんかこの頃は普通の喋り方してるんですね。ブローみたいな感じのセルみたいな声を出してないんですね。意外に普通だな。はい、じゃあ実際の体験談を聞いて終わりにしたいと思います。よくですね、あのそういう経験がありますね。意外にすごいまともなお話をされる方なんですね。この頃だからなのかな、今の演技を聞いてるとなんかすごいね、ハイテンションでブワーみたいなこと言ってる感じがするんですけど、中の人はもう至ってすごく真面目なおじさんといった感じですね。あ、こんな印象なかった。これはこれでね、あの声優ファンにはたまらないね、レアな体験だったんじゃないかと思います。このディスクも無事に動いたので良かったです。ということで、今回は今週の月曜日に開封紹介したセガサターン福袋の中に入っていた僕の興味のあるソフトね、5本動作確認してね、遊んできました。すべてのソフトがちゃんと動くみたいなので、残り11本のソフトもね、ジャンクとはいえどもね、ちゃんと動くんじゃないかと思います。最後までご視聴ありがとうございました。皆さん、また見てくださいね。バイバイ。